日は初めてバインミーを食べてみたいなと思って新宿三丁目にやってまいりました。とりあえず C3 出口が近いようなのでそちらを今目指しているところでございますよ。 C3 出口はあ、いきなりあった、人の波にちょっとなかなか曲がることができなかったけどようやく出ました。なんだここは、ナビ開始、そこの道をまっすぐね、こっちか。あ、なんだ出口 C4 の方のが近かったんじゃんね。やっちまったな。なんか沖縄料理のお店がある。お、オープンカーだね。今なら気持ちいいだろうね。魚学マニア寿新宿、なんでゾウさんのジョロなんだ。お、世界道があるね。飛ばすの停留所もあったね。あっちが御苑でしょ。でこの道をまっすぐ博多天神、何屋さん、なんかすげえ緑色のラーメン、もしかして安いのかね。またしてもラーメンだ。しかしドイツもこいつも豚骨だよね。お、前に来た鶏メロそこにあったね。その向かいぐらいだったんだね。到着しました。で時間がちょっと5分ぐらい早く着いたけどね。まあ5分だから OK でしょう。で2階、今日は階段で上がってみっかね。で202、あった、あれ、2時にならないと開かないんだ。じゃあしょうがない、この辺のお店何があるのかなと思って見て時間を潰すことにするかね。なんかどこもかしこもゲーバーっぽい感じだったね。なかなか時間が潰せなかった。あんまりぴったりに行ってもあれだからと思って1分ぐらい様子を見てから行ったけど、あった、バインミー、お店オープンしてますね。最近あの子よく見るね。あれ何？あ、ピンポン押すんじゃないんだね。ドア開けてこんにちは、今日2時で予約してるんですけど。カフェスペースのご利用になってるんですけど、間違いないですか？あ、はい、足湯は使えないっていう感じですかね。使えはするんですけど、はい、予約のお席がカフェスペースになっているんですけど、足湯使う場合にはどうなりますかね。あ、1時間790円で領収者が頂戴しているのと、あと、今日上がった後に自分の足拭くタオルとかもし持ってないので、レンタルタオル1枚300円で、なるほど。じゃあとりあえずカフェスペースで。はい。あとからでも大丈夫。あ、食べながら利用もできる。あ、じゃあタオルないしな。タオルと1090円プラスみたいな感じですかね。込みでそれぞれ860円、330円なので、1200円ぐらい。こちらが履き物を脱いでもらって、はい、脱いだ靴、この後ろ側が靴箱になってるので、靴しまうような感じ。わかりました。お待たせ
しちゃいますね、はい、あと足湯入られる前にこちらのウェットタオルで自分の足拭いてから入るようにお願いします。はい、ありがとうございます。タオル持ってきてればよかったね。これにバインミー代もかかるわけでしょ。お席はどこでもいいんですかね。というわけでこちらの端っこに陣取ってみました。こんな感じです。でこちらの壁には絵本とかゲームとかがありますな。しかしあっちいな。とりあえず暑いけど足湯入ることにしたかな。準備するとするかね。ところで足拭いたおしぼりはどこに置きゃいいんだ。床に置いとくか。それなりにあったかいです。でタオルが使っちゃう前にどんだんだったのか取ろうと思ったんだけど逆だったな。15分入って休んで15分入って休んで。そうなの。さあメニューはバインミーありますね。売り切れとかあるね。ドリンクを青森 100% のジュースなんかあんだね。かき氷、足湯しながらかき氷ね。流行ってんのかな。確かに暑いんだよ。この扇風機使っていいっすかね。コンセント刺さってないけど勝手に使わせてもらいます。他にお客さんいないからいいかな。おー涼しくなった。よかった。すいません、バインミーを食べてみたい。お味はないですね。お水とバターが出られます。あ、下がコップが入ってるので。はい、ありがとうございます。しょうがない、お水取りに一旦上がるか。大丈夫かな。咳込んでますけど私のバインミーは無事かな。でお水底って言ってるけどさ、これいいのかな。もらってオレンジジュースっぽいけどね。ていうかこの入れ物さ、すげえこぼれるんですけど、ごめんね。というわけでこの謎の飲み物なんでしょうか。ひとまずジャスティース。なんか酸っぱい気がする。バイアリースのオレンジを薄めた的な。クックワーイって何のお店だろうね。座布団全部デザイン違うのすげえな。梅のかき氷美味しそうだね。確かに暑いからかき氷がいい感じかもしれないな。でもバインミーで検索したらこのお店がヒットしたのよね。まあ足湯もちょっと経験してみたかったのでね。しかし全然出てこないな。この辺のゲームで遊ぶ方のが無難かな。ひとまず手に取りやすい絵本読んでみようと思ったら、あーしまった。裾がしっかり使ってびっちょびちょになっちゃった。めっちゃ絞れるしね。もうタオル持ってきやがったな。お待たせしました。
出てきました。初バインミーっていうか、なんか白いソースがかかっちゃってるな。ひとまずいただきます。メニューの写真じゃわかんないもんね。うん、うまい。大丈夫でした。別にチーズとか乳製品ではなさそうな感じ。っていうか下にさこぼしちゃいそうですげえ緊張する。すごい気を使って食べてんだけど。ちなみに中はこんな感じでした。なんか厚揚げかなと思ってたんだけど卵焼きだったみたいだね。下に敷かれてるやつ、これが美味しかったね。昔ベトナム料理、小麦粉のパンなんかあんのかな。やばい、お湯の中に落っことしそうだったよ。さっきからおしぼり欲しいなと思ってたんだけど、あれを取りに行くためにまたお湯から上がるのめんどくさいなって思ってたらそこにあった。助かった。あ、ほっとした。なんかこのパン普通のフランスパン的なパンに感じるんだけどね。パクチー入ってなかったな。はい、本日ラスト一口。あ、美味しかった。ごちそうさまでした。味が美味しかったから良かったけどね。なんかベトナム料理を食べたっていう満足感はなかったかな。なんか一言書いていこうかと思ったら全部書かれてたな。ハシビロコウのノートだね。もうあっちにいるの猫かなと思ったらワンって書いてあるね。犬だったね。じゃあそろそろ時間もあるので上がるとするか。おお、ちょうどいいぐらいですね。さてと、あー、またびしょびしょだ。これは冬だと風邪ひくかもしんないから、夏に来た方が無難かもね。肘打った、ビーンってしてる。はい、じゃあ忘れずに扇風機消してね。で、これはどこにこの箱でいいのかな。多分そうよね。私の椅子はクマちゃんだったね。お隣がトラさんだったのか。あ、猫ちゃんもいた。忘れ物はないですね。3組ぐらいお客さん来たかね。というかお会計どこですか。はい、まさか犬いるかもな。私は水曜日はいる。あ、お客様を出して連れてきて大丈夫ですよ。オレンジジュースみたいに飲んじゃって大丈夫。あ、でも大丈夫ですか。あれって何なんだ。オレンジジュース。オレンジジュースですか。あ、日替わりなんですか。そう、まさか足の飲み物だけはフルーツウォーターみたいになって、あの日替わりというか、まあ、その日のスタッフの気分なるほど。ありがとうございました。ありがとうございます。
わけで以上、初バインミー足湯カフェ体験でございました。いや外は暑いな。じゃあまた階段降りて帰るとするかね。どっちから来たっけ。こっちか。ちょうちんあったもんね。何あれ、猫カフェ、あんな感じだったんだ。おー、おせち、クリスマスか。今年もまたクリぼっちか。っていうかこれ、おっと、伊勢丹のバス、これなんだろう、貸し切りって書かれてる。私も乗りたい。